一覧ね全国に約84店舗あるんですよ、まあ、この動画内でいう店舗数は増えたり減ったりしてるんでまあそれぐらいあるんだなっていうぐらいに思っといてくださいうまいねこれねこれ完全にサラリーマンが1人で行くね席がね1つずつ区切られたんですよこれ感染防止対策とかじゃなくてずっと前からそうなの。 選挙の投票所みたいな感じ。というあの、おほ人数で言っても、区切られとるけあんまり会話が盛り上がらん。タモリさんと言っても多分会話弾まんと思う。まあ、でもね、一覧はね、集中して一人で黙々と食べれる良さがあるんですよ。勉強みたいなもんじゃね、たまにこうやって喋っとる人おるけど、カンニングしとる感じになっとるよね。 リンガーハットね、これ全国に567店舗あるんですよ。ちゃんぽん麺の店じゃね。まあ、なんかこれはね、フードコートのイメージあるね。ファミリーとか友達同士でショッピングモールのフードコート行ってね、俺ペッパーランチ食おうとか言って、じゃあ俺はリンガーハットを言うて。ほんで注文して席戻ってきてね、俺この後エビシマート行っていいって喋ったら、あの、呼び出すやつがブーンってなって急いで取りに行く。 来来て亭ね。これ滋賀県をルーツとしたラーメンチェーン店なんよ。全国に249店舗ある。京都風醤油ラーメンじゃね。麺はね、細麺でね、背脂がめちゃくちゃ浮いとる。これやっぱね、現場系の人がよく行くね。昼にハイエースとかトラックで広い駐車場にブワーン止めて食いに行く。ほんでめちゃくちゃ食うね。ほんで会計の時親方っぽい人がね、まとめて、後ろで部下の兄ちゃんがごちそうさまです。いいよいいよいいよ。いいよほんで車内で親方が何回も、あそこ美味しいだろ。それから3日間ずっと美味しかったかどうか聞かれる。 天下一品ね。天一やっぱね、人気店じゃね。テレビでもよく取り上げられるよね。全国に220店舗あるんよ。濃厚なスープにね、麺が絡みついてうまいんですよ。まあこのね、天下一品に行く人はみんな陽キャン。コ力高いね。こってりで。でもね、ほんまね、天一好きな人は週3で行くね。しばらく天一行ってなかったら夢に出てくるんよ。 ほんで朝起きたら涙で頬が濡れとるほんであの天一ってねこってりとあっさりが頼めるんだけどあっさり頼むのは家族で行った時のお母さんじゃあお母さんあっさりにしようかなほんでラーメン食う時に無言で自分のチャーシューを息子のラーメンの上にのせる 丸源ラーメンね、これ焼肉キングと同じ会社なんですよ。愛知県発祥のチェーン店じゃね。全国に約200店舗あるんよ。肉そばがうまいよね。もう肉が、え、これ牛丼ですかいうぐらい乗っとるけんね。丸源はやっぱね、ファミリーで行っとるイメージあるね。家族でお出かけするときにお父さんが、お丸源ラーメンあんじゃん言うて寄るんよ。ほんで食い終わったらすぐイオンモール行く。 高楽園ね、福島県発祥のラーメン屋ですよ。全国に約385店舗あるよね。高楽園はね、やっぱね、コスパがいいんですよ。ほんでね、あっさりしたラーメンでうまくてね。ほんでラーメンだけじゃなくてカレーとかもあるよ 定食もあるし。じゃあやっぱね、学生グループがよく行くね。昼飯何食うってなった時に、ラーメン、定食、俺カレーがいいとか、いろいろ分かれた時に、じゃあ工楽園行けば解決じゃんっていう。ほんで、いざ席着いたら何注文するかめちゃくちゃ迷う。いやー、カレーかなーいやー、定食も捨てがたいとか言ってね、ブツブツ一人で言うとよ。ほんで、店員さん来たらまた迷い出す。えー、っと、先言って、先言って。えっと、俺は俺じぞ、あの、ラーメンで、ラーメンで、ラーメンで。ンでほんで、店員さん行った後に、いやー、つけ麺だったかー ちょっとちょうだい。ラーメンカ月嵐ね。醤油豚骨ラーメンがうまい店ですよ。全国に約190店舗あるね。オレンジの近くにもあるけど、サラリーマンが多いね。社員食堂かなーいうぐらい昼時おるけどね。ほんでパッと食ってみんなスマートに出るのラーメンカ月はね、期間限定メニューとか色々出して飽きさせんのよ。これも優柔不断な人は何食うか迷うよ。すごい人はメニュー決めるのに3日かかるけんね。店に寝泊まりして考える。ふ スガキ屋ね名古屋発祥のラーメンチェーンですよ。全国に約258店舗あるね。やっぱね、名古屋発祥なだけあってね、愛知県に多いよ。これもやっぱね、大学生が行くね。とにかくコスパがいい。てか、大学のキャンパス内にスガキ屋あったりするけんね。ラーメンが300円ぐらいで食えるんですよ。ちょきあの、昨の一パチで2万円負けたーっていう大学生が行ってガッツく。ほんで、次の日パチンコで買ったらラーメンにチャーハンつける。 カムクラね、全国に約75店舗あるんですよ。オレンジの近くもね、最近できたよね。醤油味に野菜の甘みが出てなんか独特な味。鍋の締めで作ったラーメンみたいな。やっぱカムクラ行く人はね、もう濃いラーメンきついんですわ、歳ですわっていう人が行く。なんかね、野菜がいっぱい入ってね、ヘルシーっぽいんですよ。よく見たらめちゃくちゃ油浮いとるけどね。個人的には飲んだ後カムクラのラーメン食ったらバリうまい。器ごと食べそうになるけんね。 山岡屋ね、これ全国に約174店舗あるんよ。これ若者が友達と行くね。これね、24時間やっとんですよ。じゃあ友達同士で車に乗って夜中に行くんよ。2時間ぐらいかけてきてね、ふわーってテンション上がって店内入ってって。ほんでネギチャーシュー麺大盛りと、あとチャーシュー丼と餃子とかつけてね。ほんでブワー食うんだけど、急に、ああ、きつい。餃子あげるわ。友達も、いや俺も無理やわ。ほんで腹パンパンになって駐車場で2時間休んで帰る。 入り気ね全国に約120店舗あるんですよこれも山岡屋みたいな感じでね、なんか国道を走ろうたらドーンって現れて駐車場バーン広いみたいな。これはやっぱね、トラックの運転手さんがよく行くね。白タオル頭に巻いて店内に入っていくんよ。ほんでラーメン唐揚げ定食食って食い終わったら外で満足そうにタバコ吸っとる。ほんで150デシベルぐらいのゲップするね。ボエ蒙古タンメン中本。これ全国に約28店舗あるんですよ。なんかもうカップラーメン ラーメンの方が知名度高いよねこれもう底抜けに元気な人が行くもうね辛い辛いこれ相当辛いもの好きじゃないとこれはねきついよねほんでよくおるのが辛いもの大好きなんだけど体が受け付けてない人北極ラーメンでとか言ってねブワー食ってね鼻水ブワーってしながらあ「うまいうまい言うとんじゃけど食った直後に腹押さえ出すのほんで急にやばいっつってトイレ駆け込んで1時間ぐらいこもる好きなのにこんなに好きなのに」って泣きながらうんこしょる ラーメンショップね、これフランチャイズチェーンなんよ。全国に約300店舗ある。ちなみにね、俺おととい行ったんですよ。群馬県にあるラーメンショップ。めっちゃうまかった。 ラーメンショップはね、だいたい国道沿いにある。じかやっぱね、ドライブ中にみんな寄るよね。インプレッサ乗って遠くまで来た人がブワーッドリフトで入ってラーメン食うん醤油か味噌か選べてね。ほんで白髪ネギがね、乗っかっとる、ね。食った帰り道はずーっと奥歯に挟まった白髪ネギ取っとる。全然取れんねんあれね。一生このままかなみたいな。ベロで触ったらわかるよね。こうやってね。ほんで手入れたらもうわからんなるんよ。じかいあ,あの、ベロで奥から3番目と4番目の間やなって。でまた数えるんだけど、それでも取れん。 ラーメン二郎ね。ま、あこれはね、チェーン店ではないんだけどね。二郎好きな人はほんまに食いしん坊。太らざるを得ないよね。あれを食っとったらね。胃袋バリ強い。でもね、ほんま二郎好きな人は週3で行くけんね。もう鼻から麺が出とるけん。それ引っ張ったらなんかほつれてその人おらんなるんじゃないかと思うね。ほんで二郎好きな人はね、めちゃくちゃ遠くまで行くけん。バリ並んどっても平気。タワーオブテラーに並ぶのは嫌じゃけど、二郎に並ぶのはオッケーなんほんで出てきたら写真撮りまくるね。 ほんで、取っておいて、ブワク。ほんで、ここギトギトにして店から出てくる。ふぅ<ス>、ふーとか言って、息ばりニンニク臭い。芳香剤食ったろかな思うよね。 屋ラーメンねこれ全国に約144店舗あるんよ東京の足立区発祥のラーメン屋じゃね。味噌ラーメンが人気かな。なんかちょっとファミレス感があって入りやすいよね。夫婦で行く人が多いイメージあるね。熟年夫婦が無言でラーメンすすっとる。あと昼時行ったら店員さんバリ忙しそう。もうギャーって2倍速で動いとる。なんか全員氷室京介さんみたいになっとる。 八番ラーメンね、石川県発祥のラーメン屋ですよ。国道八号線沿いにオープンした県八番屋って名前なんよ。全国に約115店舗あるね。北陸の方に多いんよ。俺はね、正直行ったことないんだけど、なんか画像見たら野菜いっぱい入っとってうまそうなの。ほんで、かまぼこに八って書いて。なんかあの、銭湯のロッカーの鍵を思い出すね。町田商店ね、家系ラーメンのチェーン店ですよ。全国に約132店舗あるんよ。 東京でめちゃくちゃ見る。なんか家系ラーメンってなんかこう何々やっていう名前のイメージやけど、町田商店はなんか町田商店だよね。ここ最近どんどん店舗数を拡大していきおるらしい。確かに俺の前住んどったところの近くにも町田商店バーン立っとったもんね。そのうち日本の建物全部町田商店になるかもしれない。大体町田商店行く人はね、腹いっぱい食いたい人。じゃやっぱね、休日とか仕事終わりに行くよね。家系ラーメン言うたらね、ご飯と食うんですよ。ほんでこの町田商店18時までご飯無料でお代わり自由なの。 食いまくるよね。昼飯で食ったらもう午後仕事にならん。バレるよね。午後急に仕事できになったらね。お前、うん、家系食っただろ。日高屋ね。全国に約446店舗あるんよ。めちゃくちゃ多いね。 まあ、ラーメン屋っていうわけでもないけど、まあ、ラーメン食いに行く人多いよね。この日高屋って24時間やっとんよ。じゃけあ,あの、明け方にホストとか、飲み屋で働いとる人が食って帰る。あと朝まで飲んだ人がベロベロで食っとるね。もう箸で麺すくえてないけど俺も21歳ぐらいの時はね、クラブ行って相手にされんかったら日高屋でラーメン食って帰っとったね。あの、相手にされなかった後のラーメンがね、なんか背徳感と、あと悲壮感も相まってめちゃくちゃうまい。涙でスープがどんどん増えていくの。 田所商店。これ全国に約162店舗あるんよ。俺の中で味噌ラーメンといえば田所商店じゃね。めちゃくちゃうまいんですよ。田所商店行く人はね、こだわり強い人。味噌ラーメン味濃いだけじゃダメなんだよって言うと。<laughs> ほんでね、いろんな味噌の味があるんよね。信州味噌とか、北海道味噌とかね。あれ迷うんよね。あれ店員さん顔見て決めてほしいよね。 一風堂ねねね全国に106店舗ある、ね、これとんこつラーメンじゃ、ね、なんかすごい若者の支持がすごいよね。やたら一風堂に行きたがる友達一人はおるもん。一風堂行かねーとか言って。なんかこう、一覧派と一風堂派がおるよね。店側はそんなことないんだけど、それぞれのファンはなんか対抗心が強い。てかほんまの一風堂ファンは婚活パーティーとかでも聞くかもね。相手の方に一覧と一風堂どっち派ですかえ、丸亀製麺派です。 寸ん屋ね、全国に約75店舗あるんですよ。豚骨ラーメンじゃね、これ姫路発祥だよね。なんか俺姫路でも行ったし、大阪でも行ったし、歌舞伎町にもあるけんたまに行くんだけど、なんか綺麗よね、店がね。ちょっと女性の方が結構多いイメージあるね。ほんでね、寸ん屋はね、ラーメンがうまいのはもちろん、唐揚げ丼がバリうまい。俺いつも豚骨ラーメンと唐揚げ丼のセット食うんだけどね、罪悪感がすごい。カロリーやばいじゃろなぁ、言うて。手錠かけられた感じで店から出ていくけんね。 北方ラーメン番内ね、全国に約64店舗あるんですよ。北方ラーメンといえばあっさりしたスープで食べやすいんだ。優しいラーメン。なんか年配の人がいてスープ飲んであーって言うとるイメージ。ほんで北方ラーメンは麺がいいよね。縮れ麺なんよ。ちょっとパーマかかっとるね。かあれ食うたびに俺パーマ初めてかけた友達思い出すんですよ。いつも食う前に、お兄ちゃん似合ってんじゃんって言って食べる。山小屋ね、全国に約84店舗あるんよ。九州に多いね。これやっぱね、セットメニューが多いのが嬉しいよね。 やっぱ九州の人はドライブ行った時絶対寄るじゃろうね。ドライブデートとか行って寄るんよ。ほんでラーメンにニンニク入れすぎて車の中でバリ臭い。彼女に窓開けてって言われる。まことやね、全国に63店舗あるよ。これね、今ね、急成長しとるらしい。どんどん店舗数増えていく。牛骨ラーメンなんよ。珍しいよね。まぁ、あ、大体誠や行く人はラーメンマニア。豚骨とか醤油とか味噌とか食い尽くして、牛骨ラーメンか。どれどれ。うまいハマった ガバね、これ広島のチェーン店なんですけど、皆さんご存知ですかねここ数年で一気に増えた気がするね。俺地元が広島で18歳の時に県外出たんだけど、地元に帰省した時にみんながガバうまい、ガバうまい、言うとって、ガバって何って言ったら確かにうまいんですよ。あと結構ね、女子人気が高いね。ギャルとかも結構行く。髪かき上げながら超うまい、言うて食う。 どうも、向かいワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回このラーメンチェーン店に行くのはこんな人だっていうことでやらさせてもらいました。やっぱね、俺もラーメン好きなんでね、なんか俺の周りもみんな好きじゃけんよく行くんですよ。ほんで、あーだこうだ言うて味について偉そうに語るんじゃけど <laughs>、じゃあお前作ってみーって言われたら俺マジでラーメンは作れんけどね。俺インスタントラーメン作ってもなんか微妙だったりするもんだよ。 ちょっと薄いなみたいなまあ俺の好きなラーメンはねこの前発表したんであれなんですけどあのね最近ねちゃん系ラーメンっていうのにハマっとんよね赤いのれんに漢字一文字で丸で囲ってあるやつえっちゃんラーメンとかくにちゃんラーメンとかあるんだけどすごい塩味きいとってうまいんよ最近好きあれば言っとるね腹減ったら食うじゃなくて食うために腹を減らすみたいなよし減った行こうみたいなということで皆さんのおすすめのラーメン屋がありましたらコメント欄で教えてください Twitter イ,インスタのリンクを概要欄に貼ってますんでよかったらフォローお願いしますチャンネル登録 高評価よろしくお願いします。以上、向井ワンダーランドでした。ありがとうございました。